こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。南シナ海での警護任務にクワッドタスが結成され、いよいよ対中包囲網が完成しつつある。そんな中、米国と同盟国の韓国は何やら不穏な動き、そして台湾の問題もあり、今建造中の台湾初自主建造潜水艦の情報も、今後米国大統領の動き次第では情報漏洩の可能性も。そんな中、こんな情報が中国では噂されていることをご存知だろうか。南シナ海に作っている人工島が爆破されるとの情報。今回はこの人工島について詳しく見ていきます。でも、あんな小さな島だったのに、今では小さな国と同じくらいになってない？中国系インターネットメディアのタタダシ新聞によると、2020年7月に米国政府が中国による知的財産を盗んでいる報復として、ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命令したことに続いて、中国が実効支配を続けている南シナ海の干渉を埋め立てて作った人工島などを奇襲攻撃して消滅させる可能性が高いと報じている。南シナ海は、海運による物流量が世界全体の4分の1に当たるほどの海運物流の要所で、日本においてもアラブからの原油輸入における重要なシーレーンである。近年、この南シナ海においては、中国が20世紀初頭に国内において定めたとする九段線の地図を根拠として水域の8割に領有権があると主張して、干渉を埋め立てて人工島を造成し、軍事基地を建設したりするなどして、周辺の諸国との間で摩擦が大きくなっている。これに対して、米国は、中国による南シナ海の領有権宣言は認められないとして、中国が領有を主張する当初の12海里内にイージス駆逐艦を航行させる。航行の自由作戦を展開、オーストラリア海軍などにも参加を促して、南シナ海における中国の海洋権益を認めない姿勢を見せ、ポンペオ国務長官も、中国は恐喝に等しい行動を起こし、南シナ海周辺諸国の海洋主権を侵害していると声明を出して非難している。九段線とは、有事線、牛舌線とも呼ばれていて、1953年に南シナ海のスプラトリー諸島、中国名では南沙群島やパラセル諸島、西砂群島の領有権及び両諸島周辺の領海、排他的経済水域 EEZ、 大陸棚などの海洋権益について、中国と中華民国、台湾が権利主張のために地図上に引いた断続する9つの破線のことで、2016年7月にフィリピンがオランダハーグの常設仲裁裁判所に申し立てた裁判において、法的根拠がないため国際法違反であると結論付けられた。この判決をよりどころとして、米国は中国の実効支配への動きに反発していて、2020年7月に中国の主張は違法であり、世界は中国が南シナ海を自国の領海とすることを認めないとのポンペオ国務長官が声明を
発表していたのだった。ポンペオ長官の声明について、北京大米国研究センターの王勇主任は、米国が11月の大統領選挙の前に南シナ海で武力を行使する可能性があると述べていて、ただし新聞はポンペオ国務長官による声明は、米国が南シナ海を奇襲するための法律的根拠を与えたものだと解釈している。香港サウスチャイナモーニングポストは、米軍が南シナ海にほぼ毎日複数の偵察機を送っているなどして、南シナ海と中国の海岸に対する偵察飛行をこれまでにない回数と規模で実施していると報じた。ただし新聞によれば、米国が奇襲攻撃を仕掛けるとするならば、まずは中国軍が駐留していないスカボロー礁、キーワ島でやろうと予想していて、その次の攻撃目標はスプラトリー諸島、南沙諸島になるとのこと。さらには中国が滑走路などの軍事施設を建設しているファイアリークロス礁、エーショ礁、ミスチーフ礁、ウィズミ礁、スビ礁、渚壁礁などを攻撃して潰し、周辺暗礁もミサイルなどで破壊するであろうと予想している。そして最後には、中国が実効支配している干渉だけでなく、他国が領有権を主張している暗礁なども含めて、戦略爆撃機による爆撃で全てを消滅させて、南シナ海における領有権主張紛争を一気に解決するとしている。この報道に対して北京の外交筋では、奇襲攻撃の前にまずは米国から南シナ海の人工島に建設した軍事施設の撤去要求があるはずで、もし攻撃があるとすれば、その要求を中国が受け入れないか無視した場合であると語っている。その後結局、米国大統領選挙前には米軍による攻撃への動きはほとんど見られず、表立っていたのは空母2隻を南シナ海に派遣したくらいのもので、ただし新聞による米中海戦予想は時期としては外れている。また大統領選挙の結果として、共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権に移行中である現在、しばらくの間は米国がこの件で動くことはないと思われる。しかしながら、南シナ海には漁獲量豊富な漁場や石油、天然ガス資源が期待できることに加えて、先にも書いたように重要なシーレーンであるため、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどが、中国と対立はこの先も収まることはなく、いずれは米中対立の構図がより鮮明になるものと思われるのである。この九段線をめぐる米国以外の各国の動きを紹介すると、中国が自国パスポートの地図に九段線を書き入れたことから、ベトナムとフィリピンがパスポートの査証欄へのスタンプ捺印を拒否していて、パスポートの地図デザインの変更を強く主張しているほか、インドは中国との国境係争地域をインド領とするデザインの査証スタンプを作成して、中国のパスポートの九段線地図の上に押すなどの抗議を展開している。またインドネシアは
マルディス外務大臣が、九段線は到底認められず、中国は国連海洋法条約を遵守する義務があると声明を出すとともに、九段線に接するナトゥナ諸島における陸、海、空の軍備強化に努めていて、その北方海域を2017年に北ナトゥナ海と改称して地図に記載している。香港問題なども注視している英国も最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣して中国を牽制するとともに、今後この海域においての活動を見込んで日本にも寄港して補給基地として利用が可能かどうかの調整をすると思われる。そのような状況下で中国人民解放軍が2020年8月に行った対艦弾道ミサイルの発射実験において、その標的として実際に船を標的として2発を命中させ撃沈していたことを消息筋が明らかにした。この弾道ミサイルは空母キラーと呼ばれている固地型のミサイルで、消息筋によると中国東部浙江省から固地 21D 射程距離 1500km を、西部大梅省から固地 26B 4000km をそれぞれ1機ずつ発射し、どちらも航行させていた標的船に命中させたとしている。この固地は移動式発射台を使用する弾道ミサイルで、中国大陸沿岸のあらゆる場所から発射することが可能であり、発射前の探知が極めて困難で、着弾前の撃墜は難しいとされている。この弾道ミサイルによる船舶攻撃実験は、明らかに南シナ海の有事に展開されると予想される。米空母や英空母に対して、固地による攻撃が可能であることを示し、米英にとっては脅威となるであろうと思われる。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国大統領選も終焉となり、バイデン大統領の誕生での対中政策の行方が注視されている中、台湾海峡を年末、米駆逐艦2隻が通過、抑止力を上げるため行動を起こした。
台中の睨み合いが続く中、台湾海峡通過、今回もう少し。詳しく見ていきます。裏には、香港問題が大きく引き金を引いているとはね。2020年末日、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、カーティス・ウィーバーと同6番艦の、ジョン・S・マケインが揃って、台湾海峡を通過したと報じられた。これは、両艦が所属する横須賀に、拠点を置く第7艦隊が公式に、発表したものであり、これまでも、同様の内容で実施されている。アメリカ海軍の航海の自由作戦の一環だとみなされる。アメリカは、こうした行動を国際法に準拠した行動であるとの立場を示しているが、中国は東シナ海や南シナ海、そして自国の一部と主張する。台湾周辺海域でのこれらの行為に例によって反発している。アメリカ海軍の航海の自由作戦は、このところ複数都市継続されており、もはや、累計で、どれだけの数が、この活動を行った、かすら指摘しづらいが、2019年には、フランス海軍艦艇も、同様の行動をしている。この2021年には、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスを、中心とする空母打撃群が、極東方面に、長期間派遣されることも決定しており、こうした傾向は、ますます強化される方向に向かうと思われる。ただし、中国海軍は、異常な速度で、艦艇や航空機、地対艦ミサイルの配備を、強化しているため、かつての台湾海峡危機のようにアメリカ海軍は、大型航空母艦を差し向ければ抗えなかった頃とは同一視できない。アメリカの軍事関係者の中にも、東シナ海や南シナ海、そしてこの、台湾海峡でのアメリカ軍の中国軍に対する軍事的優位性は低下していると、見る向きは多く、局地戦では、不利という憶測すらも出てきている。中国海軍は、国産の航空母艦の建造に呼応するかのように、新型の055型駆逐艦を2020年からすでに2隻就役させており、今後も合計で10隻以上を投入してくるのではないかとの見方が有力だ。055型駆逐艦は毎級052型よりさらに大型化され、満載排水量1万2000トン以上、全長 182.6 メートル、全幅 20.9 メートルの船体に、中華製のイージスと呼ばれるセンサーレーダー類と兵器システムを搭載している。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のカーティス・ウィーバーとジョン・S・マケインは、同じくフライト1型と呼称される同駆逐艦の最初期のモデルの艦艇である。その仕様は、満載排水量8850トン、全長 153.77 メートル、全幅 20.27 メートルであり、満載排水量で見た場合、中国の055型の約 73% の容積と小型であることは間違いがない。この大きさの違いは、主兵装である VLS 数の違いに現れており、アーレイバーク級フライト1型が合計90セルであることに比べ、055型は112セルと2割以上も多い火力を備えている。
ただし、アーレイバク級も、最新のフライト IIA 型では若干船体を、大型化していることもあり、VLS も同様に96セルまで拡張されており、これは海上自衛隊の最新鋭のマヤ型護衛艦と同数である。そもそも、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦1番艦の収益は1991年まで遡り、ここから数えれば、すでに30年を経過した、かなり設計自体から時間を、経過してしまった艦艇だと言わざるを得ない。この後に、アメリカ海軍は、新機軸を満載したズムボルト級駆逐艦を、建造するが、あまりに先進的に過ぎた、そのパッケージの実現は困難を極め、建造費用の高騰もあって、わずか3隻の生産で打ち切られた。ズムボルト級駆逐艦は、高度なステルス性の追求や手法など随所に従来艦を超える能力を持たせようとした意欲的な艦ではあったが、それゆえに兵器に、求められる無難さ、安定感を著しく欠いてしまった。この失敗は、世界で最大の規模と実力を持つアメリカ海軍であっても、無、ビューではないことを知らしめたが、皮肉なのは、旧ソ連の崩壊で現実的な、進化の必要をなくした兵器がそれゆえに迷走した事実だろう。以降今度は中国海軍の増強に直面することとなったアメリカ海軍は2005年で一度休止していたアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の新造。5年後の2010年度に再開し今に至っている。こうした経緯からアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、息の長い艦艇と、なっているが、すでに、設計自体の旧式化は否めず、予算不足で、後継艦の構想は確定してはいないが、近年中には見えてくるだろう。予測としては、満載排水量で、約1万5000トンにも達したズムボルト級よりも、小型だが、アーレイバーク級の最終形であるフライト3の、同9700トンよりは大型化するとの見方が一般的だ。アメリカ海軍は、ズムボルト級の失敗から、兵装面でも現在の、延長線上にある技術を中心としたものを、新型駆逐艦では採用すると、見なされており、その意味でも、055型に近いスペックだと思われる。しかし、アメリカの新型駆逐艦は、日本にとっても、対岸の火事ではなく、これまで、アーレイバク級ミサイル駆逐艦をベースに、混合型護衛艦以降を建造してきただけに、非常に気になるところだ。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に捕捉できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南翔だということができるだろう。055型駆逐艦南翔は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トンとめされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量。約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦、南翔は全長が 182.6 メートル。全幅が 20.9 メートル。ガスタービン機関4機で、最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46 メートル、全幅が 16.76 メートル、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートル、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に近未来的な設計を取り入れ、それゆえに建造費の高騰と実用面の兼ね合いからわずか3隻の建造で終了されたのとは大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に、同国が建造を進める国産の航空母艦の、空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版の、イージスシステムといえる、レーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものと見られており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対戦哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦南翔の実戦配備で、
この脅威の度合いは飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から見送られていた新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は、艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も、艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに、艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは、055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると、見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型、混迷級駆逐艦と比して、最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと、見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が、現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能な、いわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的にはこの対策は、既存の兵器分野では戦闘機への長射程の空対艦、ミサイルの装備化、潜水艦隊のさらなる増強が現時点で行える実効的な対策ではないかと考える。 F-35 ライトニングに戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンベイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発はまだまだ時間を要すると見られるので、 F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせてようやく海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊ではこれに対艦ミサイルを実装することも視野に入れてほしいところだ。